のちゃん、カネゴでございます。ということで、今日なんですけども、釣りに行ってきたいと思います。で、これね、前日なんですよ。明日の朝方、釣りに行ってきます。で、僕ね、免許を取ったんです。実は。2級船舶免許、今年の夏に取りまして、まあなんでね、せっかくなんで、ボートをレンタルして、それを自分で運転して、ポイントを探して、で、魚を狙っていきたいと思います。で、今日狙う魚はですね、カワハギ。防波堤から狙ってるんですけど、ことごとくボツを食らっておりまして、ボートだったら、まあ少し確率が上がると思います。より水深の深いところを狙えるんでね。そしてなんで前日から回してるかと言いますと、餌の仕込みをしていきたいと思います。今日使う餌がこちら。マガキですね。で、これね、本当は生食用のカキだったんですけど、ちょっと時間が経過しちゃって、生ではちょっと難しいやつなんですよ。それをお魚屋さんからものすごい破格で売っていただきました。なんで今日はこちらを餌にしていきたいと思います。じゃあまずは剥いていきますか。さあ、どんだ？あ、いいな。生で食えるだろう。え、全然いけますよ、これ。ちょっと全部餌にするのもったいないな。これすごくサイズ感もいい。うわ、うまそう。鮮度めっちゃいいけど。これは？うん。いや、いいですよ。外頭膜もしっかりしてるし、張りもツヤもある。で、全然乾燥もしてないし、うまそう。ちょっとこれやっぱ口の開いてそうなとこだけ、むき身にして、あとは僕、普通に食べます、これ。もったいない。餌にするのは。うん。いや、物いいもんな。薄っ。こんな薄いやつ見たことねえ。何これ。どんな中身なんですかね、これ。薄いけど、あ、中身はちゃんと入ってる。ほら、しっかり入ってますね。やっぱ薄いのはでも薄いですね、中身も。まずはこんな感じにどんどん剥いていきます。でもカワハギってね、結構餌使うんですよ。なんでちょっと多めに仕込んでもいいかもね。はい、剥けました。うわ、うまそう。これちょっとね、多いかなと思うじゃないですか。そんなことないですよ。カワハギ釣りって本当に一瞬で餌なくなりますからね。本当はアサリとかが最強なんですけど、コスパ考えたら、まあ、カキもいいかなと思いますよ。そしたらカキ、これ1個丸ごとつけるとさすがに大きいので、半分に切って、で、さらに半分ぐらい。こんな感じ。こうやって切っていきます。で、ザルに入れると。で、まあ、このぐらいのやつは3等分ぐらい。こんな感じで。1、2、3、まあ、4等分ぐらいですかね。こんな感じ。ひたすらこうやって切り刻んでいきます。はい、こんな感じに小さいサイズに切れました。そしたら、このまま針につけても、カワハギ釣れると思うんですけど、どうしてもこのままだと柔らかいので、餌持ちが良くないんですよね。すぐ、ちょって取られちゃうことが多いんです。なんで、こちらに塩をぶっかけて、ある程度塩漬けします。塩漬けすることによって、牡蠣の身がキュッと締まりますんで、餌持ちが良くなります。塩をさーっと、結構多めでいいです。塩漬けっていう感じですね。塩漬けして、牡蠣の余計な水分を抜いて、キュッと締めていくと。このカワハギっていうのはね、グルメさんなんでね、美味しい貝が大好きなんですよ。全体的にまぶしたら、もう僕さらにここに塩またぶっかけます。上に。見えなくなるぐらい。で、これザルに乗せたまま、冷蔵庫で一晩置きます。そしたら釣り餌の完成。よし、それじゃあ行っていきたいと思います。行ってきます。はい、次の日、海の上に来ておりますと。ほら、これね、水深が、いや、10メーターですね。どうなんだろう、岩もなさそうな感じですね。で、カワハギね、結構きついみたいなことを言ってましたね。大丈夫かな？でも一匹はね、なんとか拝みたい。で、もし、まあ、カワハギが釣れなかったらのために、5回も持ってきてるんで、まあ、5回垂らせばなんか釣れるでしょう。昼飯分ぐらいの魚は釣りたいなと。で、カキがもしかしたら調子悪くて、ここのお魚さんたちの口に合わなかった時の場合のことを考えて、こちら、アサリも買ってきました。これね。よし、やっていきますか。で、カキもね、しっかりとこういう風に締まっております。なので、まずは、カキちゃんをつけていきます。針はね、これ、カワハギ用のハゲ針。この針はね、かかりやすいんですよ。カワハギが。なんやこれ、魚の反応かな？よし。こんな感じでつけていくと。で、毎年僕結構来るんですけど、餌取りが結構おるんですよ。ね、ベラとか、あとヒガンフグとか。ヒガンフグは僕フグの免許持ってるんで、釣れたら持って帰ろうかなと思います。だから狙いは今日はカワハギ、そしてヒガンフグ。ここら辺狙っていきたいなと。まあ3匹ぐらい釣りたいな。何かしら。じゃあこういう感じで、カキがつきましたと。ね。じゃあ落としていきますよ。水深が10メーターですね。まあとりあえず当たりは欲しいところですよね。うん、そこはしっかり取れますね。まあ、すぐにはやっぱり当たりはないですね。まあでも根気よくやっていきましょう。ちょっと厳しいんで大幅に場所を移動します。自分で好きなとこ行けるとなるといいですね。行きます。今日波がないからすげえ運転しやすい。ちょっと水深もうちょっと浅いとこ来ました。6メーターですね。より岩が入ってるとこ来たんで、まあ釣れてほしい。ここでオッケー、いいよ。でけえぞ。
ナイス、でかいぞそれは。ヒガンフグ、カメラマンさんがヒガンフグを釣りました。めっちゃでかいよこれ。カット釣りで狙うぐらいのサイズですね。これはキープでいきます。俺も釣りて。おっと釣れる。お、当たったな今。だいぶここ岩場ですね。ここ釣れそう。反応あり。きた、あー釣れた釣れた。なんだろうこれ。あー、なんかベラっぽいな。あー、ベラだった。じゃーん。はい、1匹目ベラちゃん。まあ釣れんよりでもマシでしょう。9000ベラ。これね実はうまいんですよ。なんで今日これも食べましょう。これがおるってことはね、いいことですからね。よし、どんどん釣っていきましょう。じゃあまずベラを釣っていきましょうか。なんかおかずを釣らないとね、酒が飲めんでね。お、来た、おー来た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 。おお、引く引く引く。これもベラっぽいな、この下品な引きは。ほらベラだ。しかもね、型がいいんですよね。でベラ歯がめちゃくちゃ鋭いんで、これ気をつけてくださいね。はい、ベラ入れ食い。でも楽しい、こんだけ引きますからね。これ見て、この引き、ぐん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 って。おー、ベラどうなってんだろうこれ。水中の中、ちょっと水中カメラを持ってきたんで水中の中見てみましょう。嘘だ、そんなことある。嘘、すごい。カメラマンさん釣りました。カワハギ、これを狙ってたんですよ。このキモパンカワハギ、これ俺も釣りたいな。よし、糸で。お、来た。なんだこれ。あ、なんかちょっとベラかな。ベラっぽくない気がするけど、ベラだなこれは。ベラだ。さあ港に到着と、こんな感じ。うわ、でもフグがでかいな。ほらほら、うれ、うまそうだね。よいしょっと、ビッチ。よし、でかいじゃないと思います。来たく、よいしょ。ただいまということで帰ってきました。そしたら今日の釣果はこちらでございますよ。こんな感じの釣果になりました。いやー、本命のカワハギはね、一匹だけ。それも僕のカメラマンさんが釣ってくれました。僕の竿にはカワハギは来ませんでしたね。ただですよ、こんな丸々超えた9000ベラ、これが釣れましたんでね、こいつを食べていきたいなと思います。こんなめっちゃ綺麗じゃないですか。こう見てもらうとすごい太ってますよね。ベラはね、正直船出さなくても堤防からでも釣れます。で実はこの魚うまいんですよね。なのでね、今日はこちら食べていきたいと思います。でちょっとね、船釣りから帰ってきて疲労感がすごい溜まってるんで、料理は後日にします。なんでこちらの状態のもの、鱗と内臓、こちらだけ取っていきたいと思います。いや、船釣り楽しいけどちょっと疲れるな。よし、そしたらまず締めていきます。まずは氷水を用意していただきます。エラもちょっと傷つけて血抜きをしていくと。本当にベラはね、入れ食いでしたね。入れた瞬間でした。でもね、朝方だけでしたね。お昼近くになるにつれて魚影は少なくなってきましたね。やっぱ朝間詰めが最強でした。でこのカワハギが、これ1匹釣れましたけど、カワハギが釣れたタイミングっていうのは一瞬でしたね。で本当はね、2匹釣れたんですよ。で1匹逃がしてしまいまして、惜しいことしたんですよ。でそんなにサイズは大きくなかったんで、まあまあまあって感じですけど。でやっぱりね、帰り際に船長さんに聞いても、今年はカワハギきついらしい、本当に少ないらしいですね。カワハギ少ないんですけど、その代わりヒラメが多いらしいですね。アジを釣ってそれ泳がせて、泳がせで皆さんヒラメを狙ってたみたいですね。ヒラメ狙えばよかったな。カワハギいきますか。カワハギな、一匹バカだもんな。うわー、でも身は綺麗だな。これね、肝パンパンだと思います。ちっちゃいけど、肝パンカワハギ、身もツヤツヤですね。綺麗だ。このちいちゃいやつ、小菜フグですね。小菜と彼岸フグが2匹ですね。カワハギとフグはお鍋にしますか。お鍋にして締めは雑炊でいきますか。すごくいい出汁出ると思いますんでね。でベラはね、ちょっと考え中。カワハギ、ちょっと肝を見てみましょうか。肝の状態どんな感じなんでしょう。多分肝パンですよね。ほら、うわうわうわ、いっぱい入ってる。このピンク色の綺麗な肝が入ってますね。ほら、ちっちゃいけど肝たっぷり。これも鍋に入れましょうか。でヒレヒレはこれ取っちゃいましょう。こういう感じでね。
で、尻尾も落としちゃうと。これすごく鍋で食べやすいですね。これ鍋用の完成。はい、で次、ヒガンフグですね。ヒガンフグは僕免許あるんでさばけますけど、免許ない方は免許取ってからフグさばいてくださいね。それか免許ある方に頼むかね。ヒガンフグは僕よく動画にしますけど、この皮にも毒があるんですよね。トラフグは皮には毒がないんですよ。だからそうやってね、フグによって毒のある箇所が違うんで、だからフグの免許って存在するんですよね。でもこのヒガンフグはね、市場の価値的にはトラフグの次にうまいって言われてます。下手なトラフグ食べるんだったら、このヒガンフグ食べとった方がうまいなって思います。そのぐらい本当にうまいんですよ、この魚で。割とね、防波堤とかからも釣れちゃうんですよね、こいつ。こうやって皮をまずは剥いでいきます。はい、ここまで剥けましたら、つる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 っと、はい、皮が取れました。綺麗に取れましたよ。でもこの皮綺麗に取れたんですけど、この皮は食べられません。はい、でこれが肝臓で、これが卵ですね。でこれが腸で、これが胆のう。でもここら辺はね、美味しそうなんですけど食べれないんですよ。カワハギの肝もね、このぐらい大きいと最高なんですけどね。ヒガンフグは肝は食べられません。食べたらあの世に行ってしまいます。でこの血はね、取っていきます。で、皮が毒っていうことは、この尻尾の皮、これも毒なので、尻尾も落とします。はい、これでヒガンフグの仕込みの完成ですね。もっと早いバージョンは、ここに包丁入れて、こうやってグリッと身だけ出していきますと。こんな感じ。ピロッと。はい、こんな感じ。で、ここ剥いた時に、ここのお尻のとこ、ここに卵か白子残ってきちゃいますんで、これはもう取っちゃいます。ヒガンフグは白子であっても食べられませんので、白子も有毒です。で、ヒレも取っていくと。尻尾も取ると。はい、こんな感じ。はい、そしたらベラさばいていきます。まずは、鱗を落とすと。うわ、まだ身がプリプリだから反り返りますね。で、ベラの鱗はかなり強いんでね、綺麗に取っていきます。まあ、強いんですけど、多分これね、鱗ついたまま干物にして、で油で揚げて食べても美味しいと思います。そんなにね、きつい鱗な感じじゃないんですよね。もしかしたらアマダイみたいな感じで鱗も活用した料理っていうのができるかもしれませんね。そういうのもまたチャレンジしてみたいですね。で、まあ、今日は鱗をしっかり取って料理していきたいと思います。すごい量超えとるよこれ。あそこはね、餌が豊富な漁場なんですよね。なんで、あそこで釣れる魚って本当にクオリティ高いんですよ。まあでも、釣れる時と釣れん時の差はすごいですけどね。はい、鱗が取れましたら、頭を落として、内臓を描いていきます。どれだけ釣りに疲れてても、釣りから帰ってきたら、この作業だけはやっておきたい。これをやっとくだけで全然日持ちが違いますからね。これ内臓が入ったまま、魚放置が一番ダメなんですよ。正直今ね、倒れそうなぐらいフラフラですけど、ここだけはやっとかんと。せっかくね、釣ってきたんだから。内臓を出せば、明日でも明後日でも、鮮度をキープしたまま美味しく食べられますんでね。よし、終わり。で、仕上げに洗っていきます。洗って、鱗と血を取っていくと。はい、こんな感じに仕込みが完成しました。ベラの頭取り。そして、ヒガンフグ、カワハギの頭取りですね。よし、この状態まで持っていけば大丈夫。そしたら、明日食べたいと思います。はい、ということで、ちょっとバタバタしてまして、3日経過してしまいました。ああ、どうだ?でもね、ちゃんと密封しといて、頭も鱗も全部きれいに取っておいたんで、鮮度はね、抜群なんですよ。ピンピンで、ほら、お腹の中もすごくきれいで。俺全然お刺身でもいけますよ、この鮮度は。フグもこんな感じ。ちょうどいい頃合いですね。うん、カワハギ。そして肝もこんな感じですね。さて、そしたら今日はフグでフグ鍋作りましょう。これね、結構大きいの分かりますか?こんだけあればね、お腹いっぱいになりますよ。フグ鍋。で、カワハギもいるんで、カワハギとカワハギの肝。これもね、フグ鍋にちょっと入れちゃいましょう。で、2品目は、九千ベラで、お刺身作りますか?お刺身と、ちょっと小型のところ、ここら辺を天ぷらにしてみましょう。なんで、お鍋、天ぷら、お刺身、こちらの3品でいきたいと思います。よし、そしたらまずは、お鍋を作っていきましょう。もう今日はね、サクサクっといきますよ。そしたらまず、お鍋に昆布だしを取っておきました。で、こちら火にかけて出汁を取っていきます。その間にお魚の仕込みしましょうか。この小さいのは1匹丸ごと入れていいと思います。で、こちらの大きいやつ、これはもう切っちゃいましょう。こういう感じで
1切れ、2切れ、3切れ、4切れ、5切れ、6切れ取れました。で、カワハギもちょっと大きいので半分に切りましょうか。すごい鮮度がね、まだめちゃくちゃいいですね。はい、沸騰直前で昆布を取り出し、そこに日本酒をちょこっと、で、薄口醤油を少し、ちょっと。はい、これでスープの完成。そしたらここに白菜の芯の甘いところ、今日は芯のところだけを使います。締めはね、雑炊でいきたいんでね、あんまり余計な具材をごちゃごちゃ入れません。で、えのき、そして春菊で、そこにフグを入れていきます。はい、これで一煮立ちすればフグ鍋の完成。では次はお刺身を引いていきます。防波堤からだとこういうね、赤っぽいやつがよく釣れるんですけど、ちょっとボートで深場に行くとこういうね、青っぽいやつが釣れるんですよね。で、青っぽいこの個体うまいんですよ。僕もね、前食べてびっくりした記憶があるんですよね。すごくね、上品なお味でね、いい白身だったんですよ。ちょっと見た目はね、グロテスクですけど、味はすごく美味しいんですよね。身の感じもいい具合ですね。なんでいつも言いますけど、やっぱりね、釣りから帰ってきたらちょっと大変でも絶対あそこまで下処理するっていうことが大事なんですね。まあ今日は2匹ぐらいにしときますかね、刺身は。でもね、キュウセンベラ、稀に匂う個体がいるらしいです。まあ、それに当たったことないんでね、あんまわかんないですけどね。ちょっと出会ってみたいものではありますね。そしたら、腹骨をすいていきます。肉厚ですごくうまそうですね。そしたら皮を引いていきます。皮目はこんな感じですね。皮はすごく引きやすいですね。まあ、でもね、鱗は絶対取った方がいい。鱗ついたままだと多分こいつね、皮めっちゃ引きにくいと思います。びっちり鱗がついてるくせに結構剥がれやすいんですよ。なんで皮引くときに鱗が散らばりまくっちゃって大変だと思います。なんで必ずね、鱗は取って皮引いた方がいいと思いますよ。はい、こんな感じ。はい、このように綺麗な白身になりました。そしたら塩水で洗っていきます。氷水にお塩で、お魚入れてシャカシャカシャカーっと洗っていきます。あ、手冷た。で、表面がぬるぬるっとしてきたら OK ですね。で、まな板を洗います。皮引いた後のまな板で刺身は切りません。必ず皮引いた後はまな板をきれいに洗浄すると。魚の皮はね、やっぱどんだけ清潔にしても匂いがありますんで、必ずきれいにこの水気すらもしっかりと取る。これが大事。はい、そしたら次、水気をしっかり取る工程ですね。お刺身の水気は天敵ですんでね、しっかりと水気を取っていくと。はい、そうしましたらベラはこの血合い骨が異常に鋭いんですよ。なのでこの血合い骨をこういう毛抜きでピンと抜いてあげるか、半分に割ってあげるか、どっちかやってください。ちっちゃいベラでもね、結構気になるんですよ。なんでこんだけ大きいとね、だいぶ気になっちゃうと思いますんで、今日はね、毛抜きで抜いていきます。だいたいいつもピッピッって割っちゃうんですけど、今日はなんで抜くかというと、池のプリプリの状態じゃないので、この抜けるんですよね、簡単に毛抜きで。あ、なんで今日は抜いていきます。抜いた方が可食部が多くなりますんでね。そしたらこちらを切っていきます。ちょっと今日あしらいがね、ないのでちょっと寂しいかもしれないんですけど、こういうお皿に持っていきます。かなりねっとりしてますね。切りにくい、包丁に吸い付いてくるタイプの身質ですね。よっと、こんな感じで盛り付けていきます。結構取れますね。ベラはね、日本全国、まあ、比較的どこでも釣れると思いますんでね、これが美味しかったら最高ですよ。以前ね、釣り行った時に笹の葉ベラは食べたんですよね。動画にしたんですけど、この九千ベラはね、あんまり動画にしてないんでね、楽しみですね。僕も久しぶりに食べますからね、久しぶりの九千ベラ。ちょっとすだちを添えて、はい、九千ベラのお刺身の完成。
はい、お次天ぷらいきましょう。こう松葉おろしでいこうか、腹開きでいこうか、背開きでいこうか迷いどころなんですが、ちょっとベラはね、このお尻の方のヒレも背中の方のヒレも強いんですよ。なので松葉おろしでいきますね。こう、ここに一本ずつ入れて、で、こういくと。で、尻尾で止めて開く。で、こっち側も一緒ですね。ここに一本。背中にも一本。はい、こんな感じですね。で、尻尾残して、カシッと。ほんで、あとは腹骨をすいて、はい、こんな感じですね。天ぷらっぽいですよね。で、さらに、ここ、骨がありますんで、ここの骨を抜いていきます。もう、これで完璧じゃないですか。やっぱベラちっちゃいくせに骨鋭いな。はい、こんな感じですね。大きいのもやっときますか。大きいベラと小さいベラを食べてみましょう。はい、そしたら天ぷら粉につけてたっぷりと、あえて下味は何もつけません。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはね、ベラの天ぷら、あったかいうちにいきますか。どうですか、見た目。これだけ見たらめちゃくちゃうまそうな天ぷらですよね。ちょっとね、ここ取れちゃいましたんで、ここいきますか。ふわふわの肉厚のところ、あったかい天つゆにくぐらせていただきます。ふわふわ、癖がない白身、うまい。やっぱりね、骨抜いて正解ですね。このベラの身自体ものすごい柔らかいんですよ。お刺身がすごく引きにくかったじゃないですか。もうそのぐらい身が柔らかい、ふわふわだから、そのふわふわの身の中にあの鋭い骨が入ってるとちょっと気になっちゃうんですけど、あれを抜いて天ぷらにしたことによって口の中で何のストレスもないですね。もう舌でシュッて押すだけでと口の中で溶けちゃう、ものすごく口どけ滑らかな美味しい白身魚ですね。この食感の白身魚は他に何がいるだろうな。ベラは醤油でいきますか。濃い口醤油で。まあでもね、ポン酢でもうまいと思うんです。このツヤツヤの白身、うまそうですね。これを2枚ぐらいいきますか。うわ、すごい、もっちもち。お箸に吸い付くぐらい。すごい弾力。ちょっとつけて、いただきます。美味しいけど、ちょっと上品すぎ。まあ、上品すぎって言い方はね、いい風に言いましたけど、ちょっと旨味が乗り切れてないかな。お刺身で単体で食べるにはちょっとなぁ、すごくさっぱりしてますよ。これ好みの問題ですね。このぐらいのさっぱり系の癖のない白身が好きっていう方も絶対いると思います。これすだちをくっつけてすだち醤油で食べるとめちゃうまい。うまい。これポン酢で食べた方がうまい魚ですね。じゃあ今日のメインですね、お鍋いきましょうか。まずはこのカワハギの肝、これは絶対ですね。ここは絶対行きたい。ほんで、大型ヒガンフグの真ん中のいいところ。ここですね。ここ。で、このカワハギも行きましょう。で、このスープも行きましょう。カワハギの肝から行きます。いただきます。うまっ。やっぱカワハギですわ。もっと釣れてほしかったな。僕実質一匹も釣ってないんですけどね。いや、今年ほんと少ないって。やっぱり。まあ、来年に期待ですわな。じゃあ次こちら、ヒガンフグ行きます。ポン酢につけて、
プリといただきます。うまー、やっぱ日川フグうまいわ。同じ時期だったら天然の脂のったトラフグの方が味はいいですけど、日川フグもねほんとめちゃくちゃうまいです。うん、薄味のスープがいいですね。春菊、うん、ほろ苦くてね大人の味ですよね。というわけで本日はこちらの釣ってきた魚で作った天ぷら、お鍋、そしてお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀王のやつ、今日はノンアルコールバージョンでお送りしたいと思います。久しぶりの休館日、ちょっとねさすがに肝臓さんお休みしてもらいましょうか。ではこちら7対3ですね、いただきます。うめえ。ノンアルコールビールってキンキンに冷やして飲むとむちゃくちゃうまいですね。ぬるいのはダメ、もうほんとね、もう温度1度ぐらいで飲むとめちゃうまい。それじゃあちょっと一回ゆっくり食べていきます。で鍋のスープだけにします。はい、じゃあ雑炊作っていきます。ちょっと早く食べたすぎてね米入れちゃいましたけど、鍋のスープの中にお米入れました。お米はねちょっと洗ってあります。お米を炊き上げたものを一度流水で洗って、お米の表面のぬめりを落としてスープの中に入れました。そうすることによってこうサラサラっとした雑炊に仕上がります。まあ好みですけどね。はい、そしたらここに卵を溶いていきます。一回この穴あきのザルを経由することによって綺麗に広がると。はい、 OK。 ほんでここにちょっと残しておいたフグの身も入れます。これでワンランクアップします。そしたら蓋をして少し余熱で卵を固めていきます。これで完成。さあ、いちゃできましたと。ちょっとネギも添えて、いい感じ。よっしゃ、いただきます。うまっ。やっぱ締めは雑炊ね。優しいお味ですわ。じっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は免許取ったので自分で運転してお魚を釣ってきましたけども、まあ狙いのカワハギはね釣れませんでした。もう今年惨敗だな、カワハギ。まあ一緒におった人が一匹釣ってくれたんでね、いるにはいるんですけどね、またリベンジしたいと思います。まあでもね、今日のメインはあのベラになりましたけど、ベラがうまいね。そこまで旨味の強い魚とか脂が乗ってる魚ではないんですけど、あの魚は骨をしっかり抜いてあげればすごく食べやすいですね。天ぷらにしたらふわっとこうね、雪のような口どけ、またベラみたいなね、美味しいけどあまり利用されてない魚、未利用魚って言うんですけど、またそういうのも紹介できたらなと思います。あ、ほんであと僕らの地域では餌で牡蠣使うのはあんまり効果なかったですね。アサリが最強でした。やっぱりアサリがよく釣れた。はい、というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。